こんにちは、おちてぃみおちゃです。ブラックです。特に今回もですね、ウィニングレベルアップ2020やっていこうと思うんですが、今回はですね、東洋 FP ガチャ引いてきた、こちらですよ、101ムーバッペをちょっと使っていこうかなと思います。題して、あの101ムーバッペ VS ディフェンダー最強格マラングサール、センターバック99、どっちが強いかみたいな、はい、どっちが強いかって言われてもね、あれなんですけど、まあ、いつも通りその2選手使って、はい、まあ、どんなもんなのかと。この前はね、ロナウドとベルナーで、はい、どっちだみたいなのやったんですけど、攻撃の選手と守備の選手なんで、はい、噛み合わせもいいんじゃないかということでね、はい、ムバッペのスピードにサールついてこれるのかとか。いや、これちょっと楽しみですよね。今オンライン戦ができないんで、はい、もうしょうがないんですけど、まあ、フレマこちらの方をがっつり入れて、まあ、オンライン戦よりフレマの方が多分その選手を本当に実力を測りたいんだったら、そんなことないから、そうたくないんで、はい、まあ、フレマのガッチガチ行きましょうか。まあ、オンラインは相手もあるんで、まあ、レベル差がね、そう、レベル差があるんで、これはもう本当にもうバチコン叩いていこうと思うんでね。で、まあ、ブラックおもちゃの方がサールがいるということですね。まあ、おもちゃの方はね、ちなみにこんなスカットでね、今回ゲットしたこの選手ね、デクラン・ライスとかすごい1位にしてたんですけど、なんと B だったりとかね、するんですけど、あとカマラとか、あとこちらのね、シュユンジュとか、ちょっとこういった選手も入れてやっていこうかなと思います。また個別のね、選手動画とかも、まあ、撮れたら撮っていきたいなと思うんですけど、とりあえずやっていきましょう。とりあえずいきましょう、フレマ。さあ、というか調子 OK、 好調きた。どう、サール君は？いや、ちょっと待って、俺ムバッペ絶負じゃん。あ、最悪。サール君は、マラングサールはちょっと斜め下。あ、さあ、デクランライスがね、あとすごい楽しみなんですよ。もうカンテとかも新しいやつなんですけど、ワンチャンビエラ超えあんじゃねえかなって思う、ハードプレス。なるほど。え？おい、二人で！カメラ、ケムケムケム。ナイスキー！めっちゃ早いわ、今の。トラウコー。トラウコー。こっち。かけ！あー、惜しい！惜しい！惜しい！今のは惜しい。え、うるさい。え、なんお前急に、なになに急に集中しちゃって、人の惜しいっていうのにボケかぶせる気がね、集中しちゃって。え、危ねえ。ちょっと待って、ナイスラフォン。結構安定度あんじゃん、ラフォンね。ちょっと調子悪いけどね。すごい関係なっちゃう。ちょ待って、もう何やのそれ。出来損ない忍者みたいな動きしてやって、なんでだよ。おい、危ねえ。お前なんでだよ。今のカマラとの絶好のバトルの時やった。もう今めっちゃ面白いところや、今の。俺はね、ビビグラスソース、ソース。よしよしよし。そして俺は持って、めっちゃいいなぁ。ショウユンジュもなんかね、濃くない名前って言うんだ。あ、さすがに。おお、危ない。バケモン、ラボもびっくり。いや、バケモンだわ。読んでもありか。ありかもしれない。かなり辛くて強い。お、ライス、サフランライス。マジボール持てんだよ、こっち見て。やばない、普通に。サフランライス超強いよ、これ。かもしれない。うわーい。サールだけど今サールなんすけど、ちょっとやばいなこれ。これはまずいだろう、これダメだよ。いやいや、ちょいちょいちょい、行かなきゃ。もっとアグレッシブですよね。ちょっとサール93なんだよね、若干。アグレッシブです。プレッシブの時もあるでしょ。そう、まあでも激しく行くみたいなやつが、ちょっと寄せが多分ちょっと甘かったんじゃないか、やれたんじゃないか。もうちょっと、うるせえ！うわっ、あっ！いや、ちょっと今の決めて、マジで。はい、このサールの動き、もう、もう最悪だよ、お前。何隠れてんだよ、お前、草葉の陰から。出てこい、出てこい、みんなのところに。なんで隠れちゃうんだ、お前。なんでスピードどんぐらいなの？あ、来た、ちょっと、ちょっと、お前、何やってんだって、二人。ちちくりやって、お前、本当に。ピクロンいいね。いや、めんどくさいな。いや。
リフロよし、ナイスダブルチーム。めっちゃええやん、めっちゃボール持てるよ、ビエル持てる。いや、本当はね、ビエルじゃなかったのに。おい、ちょっと待って誰だよ、片吹き。いや、中田かよひでえじゃんいや、でもダフンはしょうがないと思うな、今の。デイクラベスやべえ、マロング。ちょい取った後、早っ。何してるの？うえぇ！何ちょこしてたの？死ぬんかお前、刺されたんか。いやー、今のいい、あの格闘してたね、ムバッペと。あ、あ、やばいやばいやばい。いやー、もういいや。よっしゃー、浮いちゃええやん。いやいや、今の綺麗に崩したいのよしつけえこれ、浮いちゃええやん別に今の、浮いちゃえよお前もう一個欲しいでしょ結果的にオンゴールになっちゃったよ。そう、つむき崩し、よし、うわこれは。いや、中田の方がなければな。なんなんだよ。おお、ちょちょちょ、待って待って、ナイススン、よし、うわうわ、なんこれは、しょうもないなんなのこの、ちょっとこれがっちゃってみたいなそれ無駄って、ここさ、抜けなかった、抜けないが欲しかったな、これ。うわこれはね、打てるんだよ、シュートまで。決定打ち時、やべえ、明らかに打っては入ってんもん。終われ、やばい。2戦目もね、行きましょう。ということで、なんとね、やっぱり不具合でまだ無効試合になっちゃいますね。これ、フレマもなっちゃうんだね。さあ、ということで行きましょう。2戦目。あ、ムバペ校長どうですか、そっち。いいぞ、普通。さあ、ちょっとマラングサールの校長、ね。マラングサール校長よ。ちょっと夜にして、夜。眩しいから。うるせえな。はいはいはい。うるせえよ。常識だよ、お前。怒られるよお前、ほんとに。ああ、俺昼までやりてえよ。昼までは PSO 行ってみよお前。俺太陽でやりてえ。 めっちゃ怒られるよお前。三四郎もちなみにダメだよお前。あ、なんでだよいいじゃん、新しく入ったスタジオも使わせてくれよお前。三四郎目がチカチカすんだよ。嘘だろおい。すんあります。さあ、ということで、このね、しぞこが俺マジでちょっといいと思う。ちょっと待って、なんかシャカシャカしてんの。でっかいでしょ。おおおファイル、これドファイルでしょ。おお、いい。あー、よっしゃー。これね、実際のサッカーの時にやってくださいね。けー、あぶねー、ラフォンど真ん中。ラフォンもね、今回調子よくいいから。これね、ラフォンね、さっき調子悪かったからね。あ、そういうの、調子悪かったからね。マラクセール。あ、ちょっと待って、おー、しそこあかんぞ、それは。それはあかんよ、マジであかん。うわー、それはあかんよ。人が喜ぶ、あ、ちょっと、おー、ふざけんなよ、マジで。それはマジでうんとだぞ。あー、いやー、なめんな、お前それはなめんな、お前。くわー、早かったな、やっぱり。さあ、なめすぎだってさ。ファウル、よし、よし、ファウル。ジャスシュー、ナイスおい、サール、これこれこれ、サール、サール。あ、なんでお前、そこ、やばい、おい、これ、そっから打つなよ、お前、マジで。これなんなんだよ、こいつ、マジで、つまんねえ。これ、すまん、これはね。これノーちゃんじゃん。これやばいな。これノーちゃんでしょ。これみんな手に入るでしょ。みんななんで今なら。金入れたら来るぞこれ。100円で来ちゃう。ちょっと待って、かもしれない。これってさ、今までのムバップより一番強いムバップ来ちゃったんだよこれで。今までのムバップ何だったんすか。国で喜んでた俺の気持ち。それはある。マジでさ、何なんだよ本当に。俺ロナウドも国で喜んでたのにさ。ちょっと待って、これまで勘弁して。よし、これ、おっ、
よいしょ、2人でなんとか、2人でなんとかいけます。2人でなんとかいきますね。でも早いわ、マラングサールめっちゃ早い。サールがやっぱ1回、サールがちょっと止まってなんやねんお前それ、自制しな。万引き犯の万引き G メンが2人になるため。一番早い万引き G メンのおばちゃんがサールだから、ちょっとあの止まって、これ言わないと。でその後でっかいソロキャンピロボさん来るから。あんたいい？おい、もうちょ、何これ、ちょっと遠いな、全部長いパスが。いや、マジで、うわ、最悪。あぶねー、あぶねー、どうした、あぶねー、最後の最後で、あぶねー、どうしたんだよ今の、やばかった。おい、この足じゃない、最後ねー、これうおあー、ナイスだ、サール。え、なに、終わんないや、おい、最後のワンツーでもう終わりやん。まあ、といった感じですね。今回は、まあ今ね、これめっちゃ出てくんのよ。もうことあるごとに、この現在オンライン対戦の機能を停止忘れて出てきて。やばい、フレマーね、停止しないでよ。そう、フレマーはなんとかできたんで、まあ今回ね、こちらの、まあ、ムバッペ、そして、マラングサール。まあこちらの2人に、まあ主に焦点当ててきたんですけど。やっぱ突き抜けて強かったな、強い。ムバッペ。サールも、まあもちろんすごい強いんだけど、でもやっぱムバッペは、これがね、ムバッペがね、やっぱね、対人抜けてるところだ、うん、でも、サールプラス誰か。だから、サールプラス、キャンベルだったりだとかカマラとかね、はいはい、ああいう感じでやればサールでちょっとこついてっていうのができるんで、はい、やっぱこの選手もいるかいないかじゃ大違いになってくるのかなっていうぐらいの性能でしたね。まあ、ただ総合的に見ると、まあ、やっぱムバッペの活躍の方がやっぱ目立ったかな。ムバッペだったね。ムバッペやっぱすごいわ。この他にも、はい、あの全然紹介できてない選手とかもそうたくさんいるんで、はい、まあ、そこら辺またね、あのちょっとオンライン今できないんですけど、そうフレマで使用感確かめてって、はい、どんな感じなのかっていうのをね、またじっくり見ていこうかなと思うんで、そういう動画も見たいよとかですね、ぜひチャンネル登録、高評価してもらえるとありがたいです。よいしょー、さらっぽー。